今日日調べてみたらば逃亡生活日イギリス人英会話講師のリンゼイアン・ホーカーさん殺人死体遺事件で日本全国を逃げ回った市橋達也受刑者です。 まさかそんなね人を殺したとかそういうのも,、ね、んもなかったですね日本で初めて捜査特別報奨金最高額となる1000万円がかけられたこの事件整形を繰り返し警察の目をかいくぐり全国24都府県を逃げ回ったといいます逃亡の末たどり着いたのは 南海の孤島そこは人間を拒むかのようなジャングルでしたああ、なるほど見えた一 <laughs> 橋受刑者は一体どんな逃亡生活を送っていたのでしょうかということで今回は逮捕から今日でちょうど14年今明らかになる 市橋達也受刑者961日の逃亡の真実を調べてみました2007年3月26日犯人らしき男はこちらの駐車場の脇を通りましてこちらの入り口から外に出ましたそしてあちらの方向に逃げていったということです 当時行方不明になっていたイギリス人英会話講師リンゼ・イアン・ホーカーさんについての事情を知っているとみて警察官6人が千葉県市川市の市橋達也受刑者の自宅へすると突如警察官を振り切り逃走引っ込み捜査中、えー、被疑者が出てきまして出てきた際被疑者職務質問始めましたそうしたとこやりわに その後、一橋受刑者の自宅を調べるとベランダに放置された浴槽から大量の土砂に埋められた林勢さんが遺体で発見されました一体何があったのか3月21日、一橋受刑者は街で見かけた林勢さんに英語を教えてほしいと頼みます そして事件発覚前日、レッスンを受けた後。レッスン料を忘れたと言って、暴行目的で自宅に誘い入れ、殺害していたのです。三人で追っかけて行って、で、そのちょっと後で、また三人。追いかけていったんですよね。これは待てーって、で、マークへって言ったんだよ。はあ、走り方が早い。刑事さんが追いつけないのか。 6人もの警察官を振り切って逃走した市橋受刑者高校時代は陸上部の選手でリレーでごぼう抜きするほどの足の速さだったといいます所持金はおよそ5万円逃げる際に靴やカバンをなくし T シャツにジーンズ姿で裸足だったといいます ここから2年7ヶ月に及ぶ長い逃亡生活が始まります最初の1週間で東京、埼玉、茨城、群馬、静岡、新潟さらに青森へと野宿をしながら東日本を点々と逃げ回りますその途中で一八受刑者は逃亡のために自らの手で 花と特徴のある唇を整形。全国に指名手配された一橋受刑者。必死の捜査が続きます。一橋逮捕捜査ご協力お願いいたします。二週間が経った4月中旬、一橋受刑者は大阪にいました。逃亡資金を稼ごうと。 日雇い労働者が多く集まる西成の愛林地区にたどり着きますしかしここで初めて自分の指名手配書を目にしたのです危険を感じ仕事もすぐに見つからなかったため今度は瀬戸内海を渡り向かったのは逃走から2ヶ月市橋受刑者はここ香川県高松から お遍路を始めたのです市橋受刑者の手記には小説四国に書かれた霊場を死者の年の数だけ逆に巡ると死者がよみがえるという伝説を知り臨勢さんが生き返ると信じたと書かれています一日およそ20キロ1ヶ月にわたり黙々と歩き続けました この頃、イギリスの教会でリンゼイさんの葬儀が取り行われました。一橋受刑者はそのことをニュースで知り、リンゼイさんはもう生き返らないと現実を受け止めます。しかし、自殺する勇気はなかった。自首する気もなかった。このまま逃げ切る。 そう決意した一橋受刑者は、無人島で一人で暮らそうと考えたのです。自分だけの楽園を求め向かったのは、沖縄の離島。そこは一橋受刑者が暮らしていた千葉県市川市からおよそ1600キロも離れた沖縄県久米島の東にある大葉島でした。 市橋受刑者が逃亡中に暮らしていたとされるあちらの離島なんですけれども、ここからわずか300メートルほどの距離で、潮が引いていると歩いてでも渡れるとということです大羽島の隣にある久米島の住民も、まあ、あの島時代、あの潮の満ち引きであの、歩いて渡れますから、船じゃなくても、うん、そういうのがひょっとしたら利点になってたのかもしれませんね。 歩いて渡れる離島しかし久米島でガイドをしている男性はおじさんの一人が彼を船で何回か渡してるのよもう潮が密からあんた渡れなくなるよ帰れなくなるよ用事があるからついてだから乗せてあげるって、うん、当時島の住民が逃亡犯とは知らず 一橋受刑者を船に乗せたといいます。大葉島でいとこが暮らしていたという宗方さんに島まで連れて行ってもらいま,す,、はい、ます。あの島はしょっちゅう人の出入りってあったりするんですか。あんまりしないない。ない久米島から十分ほど進むと大葉島が見えてきました。一橋が住んでたのはもっと逆側になるんです。 一橋受刑者が暮らしていた場所は島の東側そこには船着き場はないといいます一応そこがあのこの島の港なんですよここが島唯一の港大葉島は電気や水道も引かれていて港がある西側には集落がありました現在 当時の住民はいなくなり、最近新たに移り住んだ一世帯だけが暮らしているそうです。当時は6人、7人住んでるから、だけど先端まで行くのが大変。人目を避け、島南東にあった廃墟の小屋で生活をしていたという一橋受刑者。そこでは一体どんな生活をしていたのか。 取材班は、集落があった西側から小屋を目指します100メートルほど進むと、道が険しくなりましたほら、ここから本当道があるのよ電柱があるでしょね、ここにいっぱい人が住んでた長年人の生活がなくなり、ジャングルと化した道 <laughs> ここから先に進むことは難しいと言いますそこで西側からの侵入は諦め一度船に戻り別の場所から小屋を目指すことに彼ももしかしたらこのビーチ沿い浜沿い行ったんじゃないかなと思うかと外,外からその方が安全さねあの角あたりです。 この辺りが一橋受刑者が暮らしていたという場所。しかし船からは小屋は見当たりません。港もない場所に船を近づけます。前,前から。岩肌に飛び移っての上陸です。 この辺はすごい岩場ですね。ゴツゴツして。うん、剣山のような尖った岩が足の裏に当たります。人目を避けていた一橋受刑者もこの岩場を歩いたのでしょうか。進んでいくと少し開けた場所が。この上に小屋があるようです。 岸壁を登りますしかしいや無理だよ見てごらんああもう足を踏み入れるのも難しそうですねまたしても行く手を遮るジャングル人の侵入を拒むかのようです向こうからもう一回ま回るしかないね さらに別のルートを探しますこの環境で一橋受刑者はどうやって生活していたのか再び別の岩場を登りますすごいやここするとおあったあったあ,ありましたおあったあったコンクリートがあった 取材班も後を追い、ジャングルの中へ。突如現れた石造りの建物。ここが、一橋受刑者が暮らしていた廃墟の小屋です。 中はどうなっているのでしょうかカメラが中に入ります人が暮らしていたような形跡は今はあまり残っていませんねブロックで作られた石造りの小屋ここで4階に分けておよそ3ヶ月間生活していました 八畳ほどのこの中でテントを張り、寝袋で寝ていたといいます。宿狩り。紫色の宿狩り。食事は島の宿狩りを餌に、魚を取り、さらに。島の植物や、自分で育てた野菜。時には毒蛇のハブまで食べる自給自足の生活。 誰も来ないこの場所を拠点にお金を稼ぐため再び大阪西成に向かったといいます逃亡から1年が経とうとする頃市橋受刑者は神戸にいました神戸市北区にあるこちらの建築会社の寮のあの部屋に住み仕事をしていたということです井上光介という偽名を使い 土日返上で働いていたという一橋受刑者食費と宿泊代を引かれ一日七千円の現金を受け取っていました礼儀正しくて真面目でおとなしくて、うん、先ほど不審なところもないし関東のあまりやったからね自分関東出身って聞いたから千葉っ,って言ったんですよ千葉出身って言う。た、うんうん そんな中2008年6月ニュースで自分に報奨金がかけられていることを初めて知ります捜査特別報奨金100万円会社の人間が報奨金目当てに通報するかもしれない危機感を募らせた一橋受刑者はこの会社から逃げ出しました 実際にお金をもらってその翌日も姿を消したということですかそうですね次の日からも仕事出る言ってたんですけど実際朝起こしに行ったらもう部屋はもぬけのからいう形で60万円ほどの現金を手に大はじまに戻り再び隠れた生活をします一方捜査の決め手が見つからない警察は報奨金の上限を初めて。 1000万円に引き上げました。およそ2ヶ月後、今度は大阪茨木市の建設会社に姿を現した市橋受刑者。何も持たずに、もう半パン寒いまあ寒くはないけど半パンにシャツ1枚でね打ちきて、頑張るから働かしてくださいと。この会社で1年3ヶ月もの長い間逃亡生活を送っていたのです。 そんなある日、寮の前で黒いワゴンとスーツ姿の男たちを見かけます。とっさに刑事だと思い、身につけた現金だけを持って姿をくらませます。手元に残った現金は九十万円。市橋受刑者はこの金を使い、さらに顔を変えようとくわだてるのです。 こちら名古屋市内にある中規模の美容外科で市橋容疑者が整形手術を受けていたことが分かりました。これが整形後の顔写真。整形前と比べると印象がかなり違います。手術後に医師が左頬のほくろの切除痕が市橋受刑者の指名手配写真のほくろの位置と似ていることに気づき、警察に通報しました。 足取りが割れ、追い詰められていく一橋受刑者。そして、防犯カメラに映った一台のタクシー。2009年11月10日午後1時42分。一橋受刑者は沖縄の島の小屋に戻ろうと、フェリー乗り場に向かっていました。 神戸市内のフェリー乗り場の裏手にあるこのフェリー会社の事務所を直接訪れ沖縄行きのフェリーはないですかと尋ねました沖縄行きのフェリーは大阪南港から出ると聞きすぐに乗ってきたタクシーで大阪へと向かいますこの時の様子に違和感を覚えた職員そんなに寒くないの帽子かぶってるで沖縄に行くのに荷物もそんなに持たない 大阪のフェリー会社の職員に、市橋達也かもしれないと連絡しました。午後三時、フェリー出発の七時間前に、大阪南港に現れた市橋受刑者。入り口から入って後ろから二番目のえこちらの席に市橋容疑者は座って待っていたということです。職員の通報で駆けつけた警察官に、 名前を尋ねられると。市橋達也です。最後は諦め、抵抗しなかったといいます。逃走から2年7ヶ月。ついに、市橋達也受刑者、逮捕。黒ジャンパーをかぶった市橋達也容疑者が、新幹線から出て。 日本中が注目した逃亡犯の一送は多くのマスコミと野じ馬でごった返していました。大量ののフララッシュががたたかれてていまますそしし捜査車両に乗り込んだ時橋橋受刑者者顔をカメラが捉え一容疑者の身柄確保大 2年7ヶ月、961日に上る逃亡生活を終えた一橋受刑者は逮捕された後、僕は14日間何も食べなかったでも死ねなかった2012年4月、殺人の罪を認め無期懲役が確定し44歳となった今も服役しています ということで執念の逃亡生活をいくら続けても犯した罪からは逃れることができないことが分かりました「イット!」がさらにパワーアップします「ピカピカ」の新コーナーが続々登場あなたの知りたいそれとともに暮らしに元気をイント。